任せて。よろしく。どうも。うん。よろしくね。はっ。キリトさん。突然なんですけど。今って大丈夫ですか？ああ、平気だけど。もし迷惑じゃなければ、私に神聖術を教えてくれませんか？神聖術を？もちろんいいけど、急にどうしたんだ？この世界って、他の VRMMO ゲームの世界とはかなり感覚が違うじゃないですか。そうだな。娯楽としてのゲーム性よりも、シミュレーションの側面が強いデザインをされているからな。俺も初めてこの世界に来た時驚いたよ。神聖術を覚えるのにも苦労したし。そうなんです。神聖術って他のゲームみたいに呪文さえ覚えればいいってわけじゃないので、戦いで役立つぐらいに使いこなすには一からいろいろと覚えるしかなくって。俺は修剣学院の授業で学んだからな。初歩的なことくらいだったら教えられるぜ。それならすみませんが、お願いしてもいいですか？ああ、構わないよ。じゃあ、少し広い場所に移動しようか。はい。神聖術にはいろんなものがあるけど、やっぱり最初は基本となる素因について理解を深めるべきだと思う。素因？エレメントとも呼ばれているものですね。ああ、素因は全部で8種類ある。水素、熱素、酵素、糖素、風素、暗素、小素、豪素だな。こいつらを状況に合わせて生成して使うんだ。例えば暗闇の中で酵素を出せば懐中電灯代わりになったりな。ふむふむ、なるほど。生成した素因は変形させることでさらに別の用途に使える。熱素を矢の形にして放って攻撃したり、酵素を癒しの力に変えて傷を治したり。本当にいろいろなことができるんですね。そうだな。あとは素因同士を組み合わせて別の効果を得ることもできるな。例えば熱素と水素を組み合わせれば高温の蒸気を作り出すことができる。さらにこれを風素で作った玉型の渦で閉じ込めれば、いわゆる蒸し器のようなものも作れたりもする。へえ、料理もできるんですね。素因を応用して蒸した肉まんも結構美味しくてさ、あの肉まんまた食べたいな。キリトさん、いつの間にか食べ物の話になってますよ。あー悪い、つい思い出しちゃってやっぱりキリトさんはこの世界でも変わらないんですね。これで実感されるのも複雑だな。と、まあ神聖術の説明はこんな感じかな。ありがとうございます。でもやっぱり実際に神聖術を使っているところを見てみたいですね。そうだよな。わかった、ちょっとやってみるよ。まずはネストから。システムコール、ジェネレートサーマルエレメント。まあ一通りはこんな感じだ。糖素だけは失敗しちゃったけどな。なぜか苦手なんだよな糖素は。いえ、でもすごいです。さすがキリトさんです。そうかな。
じゃあシリカもやってみるか。はい、じゃあ私もネッソから。システムコール、ジェネレートサーマルエレメント。どうでしょうか。すごいな、完璧じゃないか。俺が失敗したトースや、さらには変形まで。よかったです、うまくできました。シリカは神聖術に適性があるんだな。そうなんでしょうか。なあ、神聖術は単なる音声コマンドじゃなくて、術者のイメージ力で成功するかどうかや威力が決まるんだ。だから通常は慣れが必要なんだけど、いきなりここまでできるのは才能だな。そこまで褒められると照れますね。でもこれでキリトさんのお役に立てますかね。ああ、術者としてはもちろん、シリカがいてくれるだけで助かるよ。嬉しいです。でもそれだけで満足しちゃダメなんです。今までいろんな世界でキリトさんと一緒に戦ってきましたけど、守られてばかりだったので、これからもっともっと神聖術を練習して、今度は私がキリトさんを守りますから。シリカすごく頼もしいよ。でも無茶したり焦ったりはしないでほしい。俺の経験上、神聖術って練習ではうまくいくのに、実践ではうまくいかないことも多いからな。そうなんですか。じゃあ実際にやってみましょう。実際に？ここで手合わせをするってことか。そうだな、いいぜ、やってみよう。シリカは本当にすごいよ。いきなりここまでできるんだから、自信を持っていいぜ。そうですか。じゃあ自信持っちゃいます。これからはキリトさんを私の神聖術で守ります。って調子に乗りすぎました。この世界に入るにあたって使っているアカウントが優秀というだけかもしれないのに。そうか、比嘉さんたちに特別なアカウントを用意してもらったんだな。だとしても、俺は本心からシリカを褒めたつもりだよ。さっきも言った通り、神聖術はイメージが大切なんだ。その能力に関してはアカウントだけじゃ補えない、シリカ自身の力があってこそだと俺は思うよ。キリトさんそんな風にキリトさんに言われるなんて、私嬉しいです。初めてお会いした頃の私にも聞かせてあげたいくらいです。初めて会ったのは確かアインクラッドの第35層迷いの森。覚えてくれていたんですね。忘れるわけないさ。シリカの悲しそうな顔が印象的だったからな。あの時はパートナーだった古竜ピナを失って、自分自身の命も落とすところだったんです。でも私はキリトさんに助けられて、ピナの復活も手伝ってくれて感謝しかありません。その後はあまり頻繁にはお会いできませんでしたけど、アスナやリズ全員が初めて揃ったのは第76層だったよな。はい、皆さんに出会えたのはもちろんですし、まさか私も攻略組の一員になれるなんて。ピナのことといい、攻略組に入れたことといい、全部
シリカの強い思いがあってこそだよ。ありがとうございます。これまで SAO、ALO、オリジン、GGO と一緒に冒険してきましたけど、キリトさん、私、アンダーワールドでも頑張ります。特別なアカウントのことを教えてくれないか。はい、ハイレベルアカウントから私は賢者と呼ばれているものを選びました。アンダーワールドでは学者という天職に近いかもしれません。賢者と聞くと様々な知識に秀でているっていうイメージだけどな。さすがキリトさんです。大体当たっていますよ。賢者は目にした人や物のステーシアの窓を閲覧でき、触れることなくステータスを確認することができるんです。他にもエレメントを感知できたりと、サポートに秀でたアカウントなんです。へえ、アンダーワールドでは一般的なゲームと違って数値の表示物がほとんどないから、その能力は戦いで有利に働くだろうな。はい、危機察知能力にはかなり長けていると思うんです。これまで仮想世界ではいつもピナが一緒にいてくれて、あの子が危険が近づくのを教えてくれましたけど、ここにピナはいません。それでも私はキリトさんやみんなの役に立ちたい、そう思って私はこのアカウントを選んだんです。なるほど、頼りにしているよ、シリカ。はい、そろそろ戻ろうか。練習に付き合ってくれてありがとうございます。キリトさん、この世界でもよろしくお願いします。ああ、よろしく、シリカ。少し時間が空いたけど、どうしようかな。ん？あそこにいるのはリズか？あ、キリト、ちょうどよかった。あんたを探してたのよ。何か用か、リズ？実は火事の練習用素材を集めたくてさ、キリトが良ければ今から手伝ってもらえたらなって。まあ、ちょうど予定もなかったし平気だよ。それに機会を見てこの世界のことをいろいろと紹介したいとも思ってたんだ。本当？悪いわね、ありがとう。それにしてもリズはこの世界でもやっぱり鍛冶屋をやるんだな。当たり前でしょ、それが私だもの。この世界の鍛冶を学ぶためにまた一から覚えていかないとだけど。リズといえば鍛冶だもんな。これまでもずっとやってきたんだし、すぐに上達するだろう。うん、頑張るわ。とはいえまずは素材集めね。キリト、いい場所知ってたりしない？あー、そうだな、少し歩くけどいいか？全然。キリトの方こそ大丈夫？いきなり付き合わせちゃって悪いわね。いや、構わないさ。むしろもっと頼ってほしいよ。やっぱりリズやみんなが来てくれて嬉しいからな。そりゃ嬉しいでしょうね。愛しの彼女さんに2年ぶりに会えたわけだし。みんなって言っただろ、あ、アスナだけじゃないって。冗談よ、私もキリトにまた会えて嬉しかったわ。ほんとあんたはいつも無茶ばっかりしてさ、今回だって本当に心配したんだから。リーズ、ごめんな、本当にありがとう。なんかちょっと感傷的になっちゃったわね。じゃあ気を取り直して行きましょうか。あ、そうだな。
で終わりだ。片付いたな。あんたやっぱりこの世界でもめちゃくちゃ強いのね。感心するやら呆れるやら。でもおかげで素材も集まったし、これで家事の練習ができそうね。ありがとう。力になれたみたいでよかったよ。それにしてもあんたとその夜空の剣はびっくりするぐらい相性抜群ね。そうか。ええ、感覚の話になっちゃうんだけど、その剣とあんたを見ているとそう感じるの。家事の経験が豊富なリスが言うんだからきっとそうなんだろうな。どうかな。この世界での人と武器の関係についてまだまだ理解しきれてない部分が多いから。武器を大切に扱い信じることが強さにつながる。そういう根本的な部分は変わらないと思うよ。ただこの世界ではその武器を信じるってことがより強さにおいて重要視されるんだ。信じる。俺もこの夜空の剣と信頼関係を築いてきたからこそ、こいつは俺の思いに応えてくれるようになったんだ。なるほど、武器との信頼関係ね。家事をする上でも重要そうね。そうかもしれない。その武器を強く信じればきっと新たな力を引き出せるはずだからな。でもリゾはこれまでも愛情を持って武器と接してきたの。だからこの世界でも絶対にうまくいくよ。そうね。ありがとうキリト。ちょっと自信が出てきたわ。武器と使い手の関係性をもっと見ていけば、この世界でも鍛冶屋としてみんなをサポートできるようになるかも。でもそれだけじゃダメなのよね。ん？ダメってどうしてだ？私鍛冶屋であると同時に一人の戦士としてもキリトを支えるって決めたの。だから自分の武器との信頼関係も築いていかないと。リーズ、気持ちは嬉しいよ。でも無理だけはしないでくれよな。分かってるわよ。私がピンチになったらまたキリトに迷惑かけちゃうからね。まあキリトに助けてもらうっていうのも悪くないけど。ん？何か言ったか？なんでもないわよ。それでキリトは夜空の剣とどうやって信頼関係を築いてきたの？それは戦いの中でだ。譲れない思いを貫くために何度も戦って、その中で俺と夜空の剣は互いのことを知って理解して信じ合うようになった。少なくとも俺はそう思ってる。そっか、すごく素敵な関係だね。キリトと夜空の剣のこともっと知りたいな。それに私も自分の武器と信頼を築きたいし。キリト、今から一戦どうかな？ああ、いいぜ。
見てよくわかったわ。キリトと夜空の剣がいかに強い絆で結ばれているかが。リズもこの世界に来たばかりとは思えない動きだったよ。さすが、いろんな仮想世界を経験してるだけあるな。まだまだよ。戦士としても鍛冶屋としても、これからもっと頑張ってキリトを助けられるようにするわ。あんたの剣を長年面倒見てきた鍛冶屋として、夜空の剣に負けない剣を打ちたいっていう思いもあるし、それを可能にするかもしれないとっておきのアカウントをわざわざ選んだんだからね。確かにリズに出会ってから俺の剣のほとんどをメンテナンスしてもらっているからな。 SAO でリズベット武具店をあんたが訪れたのが出会いの始まりよね。そうそう、オーダーメイドの剣を作ってもらうためにリズの店を訪ねたんだったよな。鍛冶の素材を集めるために一緒に雪山に登って、竜の巣に落ちて、でもおかげで素材を手に入れられたのよね。私にとって大切な思い出よ。ああ、俺もだよ。その時からリズにはずっと世話になっているよな。 ALO だろうが GGO だろうが、どんな世界でも鍛冶屋という立場を貫いてきたんだもの。アンダーワールドでも同じようにみんなのサポートをするのは当然でしょ。ああ、俺も鍛冶屋としてリズがいるのなら心強いことこの上ないよ。とっておきのアカウントっていうからには特別な能力か何かを持っているんだろう。ええ、これはハイレベルアカウントの一つでクラフトを担う存在よ。まあアンダーワールド的に言えば鍛冶屋と変わらないんでしょうけどね。そして肝心の能力だけど、このアカウントでは素材を消費して物質変換で武具を作り出すことができるの。鍛冶の工程を省けるってことか。ええ、素材にできるのは鉱石や木材なんかだけみたいだけどね。だとしても鍛冶に深く関わるアカウントなんてリズにぴったりだと思うぜ。ええ、即決だったわ。とにかくキリト、サポート期待していてね。ああ、ありがとう、嬉しいよ。素材も集まったし帰るか。ええ、助かったわ。あんたはどこ行っても頼りになるわね。アンダーワールドに関して言えば過ごした期間がリズよりも長いからな。まあそうよね。アスナもユイちゃんもいない世界での2年間だもんね。なんだよ、妙に引っかかる言い方だな。なんでもないわよ。ただ女の子をはべらせるのもほどほどにしときなさいよ。はべらせ、そんなこと男子でしてないからな。なんてね。この世界でもよろしくね、キリト。よ、ユージョ。やあ、キリト。そうだ、少し時間いいかい？久しぶりにキリトと立ち会いをしてみたいんだ。お願いできるかな？もちろん、こっちがお願いしたいくらいさ。ありがとう、キリト。それじゃあ行こうか。よし、それじゃ早速。ん？誰かいるのか？あれはアリスじゃないか。肩の練習をしてるみたい。相変わらず無駄のない動きだな。あの速さの大振りを正確に放てるのもうなずけるよ。うん、そうだね。ユージョ、
何か気になることでもあるのか？あ、いや、気になるというか、未だにアリスが聖号騎士であることを飲み込めていなくてさ。友情。小さい頃のアリスはいつも明るくて元気でね、常に村のことを考えてるような誰にでも優しい女の子だったな。あ、お前はいつもそう聞かせてくれたよ。好奇心旺盛な無邪気で可愛い幼馴染だったな。可愛いなんて恥ずかしいこと言ったっけ。あ、いや、そうじゃなくて、今の凛々しい姿を、誇り高い騎士様としてのアリスを受け入れられないんだ。僕は聖号騎士アリスを一人の人間として認識してるけれど、今でも彼女の言動に戸惑ってしまうことがあるんだよ。そうか、そうだよな。だってお前はアリスを救うつもりで。おや、キリトに友情ではないですか。ああ、アリス、ごめん、邪魔しちゃったか。いえ、一息ついたところですから問題ありません。二人も稽古ですか。なあ、友情と立ち合いをしようって話になってさ。アリスが一人で集中したいんなら場所を変えるけど。いえ、そうではなく、その立ち合い私も一緒にというわけにはいきませんか。いいぜ。そしたら最初は誰と誰でやるんだ。ですからキリト、二人同時で構いませんと言っているのです。言うじゃないかアリス。よし、その勝負受けて立つ。思い返せば雲上帝の時の決着もついてないしな。今回はお互い勃剣しか持っていませんから、武装完全支配術なしの純粋な剣技での勝負ですか。構わないさ、そっちの方が分かりやすいしな。行くぜ友情、聖号騎士様に一泡吹かせてやろうぜ。ごめんキリト、アリス、僕は戦えない。ただの練習だと分かっていても、僕はアリスに剣を向けることはできないよ。友情、何を言っているのですか。こんなことをアリスに言うのは間違ってると思うけど、僕はアリス・ツーベルクの体が傷つくのが嫌なんだ。君の強さを疑ってるわけじゃないけど、聖号騎士アリスにも戦いに出てほしくないと思ってるんだよ。友情、私はいつか必ずこの体をアリス・ツーベルクに返します。その気持ちに偽りはありません。ですが私は聖号騎士、この身を危険にさらしてでも民を守る義務があるのです。ごめん、わがままだってことは分かってるんだ。それでも僕の考えは変わらない。聞くところによると、ユージオ、あなたの剣の師はキリトだとか。あ、ああ、そうだけど、それがどうしたの。ならば私にとってのおじさまがそうであるように、あなたにとってのキリトは最強の剣士であると考えてよいでしょうか。うん、それが何なのさ。ではキリト、構えなさい。アリス、まさか。ええ、そのまさかです。アリス・ツーベルクへこの体を無事に返すという誓い、キリトへの勝利をもって証明しましょう。いざ尋常に参る。
同じ勃拳のはずなのに重い。強い。ごめんよ、僕が間違ってた。ユージを。僕は知らないうちに幼馴染のアリスと君を重ねてしまって、君自身のことを見られていなかった。心のどこかで君の強さを疑ってしまっていたんだ。いつかその体に消えない傷を作ってしまうんじゃないかって。やはりそうだったのですね。ですがその疑いも今回の勝利で晴れたはず。私の誓いもこれで信じてもらえますね。ああ、君は聖豪騎士で僕なんかが心配する必要ないくらい強いんだ。だからアリス・ツーベルクの体が傷つくのが嫌だからって、それを理由にアリスに戦うなとはもう言わないよ。言いたい文句はたくさんあるけど、ひとまずわだかまりは解けたみたいだし、今は黙っておこう。よろしく。あれ、シノンじゃないか。どこかに出かけるみたいだな。おい、シノン。あら、キリトじゃない。何してるんだ。ちょっと弓の試し打ちにね。そうなのか。もし邪魔じゃなければ俺もついて行っていいか。ええ、ついてくるのはいいけど、本当にただ練習するだけよ。ああ、大丈夫だよ。久しぶりにシノンの射撃を見たくなったんだ。そう、じゃあ行きましょう。すごいな、百発百中じゃないか。多少は練習したし、これくらい普通よ。だけどやっぱりこのアンダーワールドは他の仮想世界と少し感覚が違うわね。確かに、特に弓は難しそうだな。コツが必要なのは間違いないわ。でももうそのコツを掴んだみたいじゃないか。あら、忘れたのかしら。私は狙撃手よ。それに集中力なら誰にも負けないと自負してるわ。そういえばそうだったな。シノンはすでにこの世界の戦闘に必要な力を持っていたということか。ただまだ改善の余地はあるけどね。だからこうして練習をしているわけだし。これまでいろいろな仮想世界でシノンの射撃を見てきたけど、銃にしても弓にしても超一級品だったからな。一つの武器を極めるというよりも遠距離射撃そのものの才能があるんだろうな。何よ、今日はやけに褒めてくれるわね。見返りを期待してるなら何も出ないわよ。まあ、そんなんじゃないさ。純粋にそう思ってるから言っただけで。そう、じゃあありがたく受け取っておくわ。なあ、シノンほどの腕があればデュソルバートともいい勝負なんじゃないか。今なんて。え、
だからシノンだったらディソルバートの弓とも張り合えるんじゃないかって。ふん、ディソルバートさんってそんなに強いんだ。そりゃ強いさ。ユージオと二人がかりでやっと倒せたほどだからな。一対一だったら負けていたかもしれないし、弓使いとしては俺の知る中で誰よりも。へえ、誰よりもね。どうしたシノン。果たして本当にそうかしら。デュソルバートさんと私、どっちの弓が手強いか、キリトが私と戦って判断してちょうだい。え、どっちが強いか。どうやら負けず嫌いのシノンに火をつけてしまったようだ。判断してくれるわよね、キリト。はい、喜んで。それでどうだったかしら。私とデュソルバートさん、どっちの弓が強い。やっぱりシノンが一番かな。本当に。ああ、多分。多分って何よ。それにデュソルバートと戦った時とは状況が違うし。まあいいわ、変に気を使われるのも面白くないし、そもそも誰が見ても一番って分かるくらい私が強くなればいいだけの話だものね。シノン、どうしてそこまで強くなろうとするんだ。どうしてって、あんたどうせこれからもまた無茶するじゃない。だから私が強くなってその負担を減らしてあげるのよ。遠距離攻撃ができる人員がいれば今後の戦いも有利に進められるかもしれないでしょ。そのためにも弓と相性のいいアカウントを選んだんだから。俺の負担を減らすためだったのか。初めて出会った時からあんたは無茶ばかりだったでしょ。この世界でも暴れ回っているんだろうなって、容易に察しがついたわ。毎度毎度ご迷惑をおかけします。いいのよ、もう慣れたから。さて、こうして無事に会えたんだから何か話しましょう。積もる話もあるだろうから。そうだな。こうしていると初めてシノンと会った時のことを思い出すな。 SAO の頃のことね。あんたには何度も弓の練習に付き合ってもらったわ。メディキュボイドを使ってのカウンセリング中に SAO へと入ってしまった時はすごく混乱したけど、あの世界であんたやアスナと出会えてよかったわ。こっちこそ。今ではシノンが後方支援をしてくれるから俺たちも遠慮なく前へ出られるんだ。シノンには感謝してる。感謝すべきなのは私の方よ。どれだけみんなに助けられたか。あの状況で SAO に入ってしまったのは今思い返せばむしろ幸運だったかもしれないわ。メディキュボイドを使用したのはもともと過去のトラウマを治すためだったけど、結局キリトやアスナたちと出会えたことによって私は過去を乗り越えることができた。時間がかかっちゃったけどな。俺たちがシノンの苦悩に気づけたのはオリジンの中でだしさ。それにオリジンでシンカーのことに注意を払っていたらデスガン事件をもっと早い段階で止められたかもしれない。キリトに責任はないわ。結局あなたは GGO で危険を払って事件を解決したんだから。問題はデスガン事件の際にジョニー・ブラックを逃がしたことね。そのせいでキリトは襲撃されて今回の事態が起こったんだから。それこそシノンには責任なんてないさ。
ジョニー・ブラックとの因縁は SAO から続く俺個人の問題なんだから。きっかけはそうだとしても、私たちがこの世界に来た時点ですでにあなただけの問題ではなくなっているわ。だからもう一人で抱え込む必要なんてないの。ありがとう、シノ。弓と相性のいいアカウントって言っていたけど、どんな能力が設定されているんだ？ハイレベルアカウントには様々な職業があるんだけど、私のはその一つで、ラースのスタッフはハンターと呼んでいたわ。アンダーワールドにも狩人という天職があるけど。ええ、それを戦闘向けに特化させたイメージかしら。動物カテゴリーの相手に対して気づかれずに接近できたり、矢の生成が無限にできたりっていう能力が設定されているわ。シノンの後方支援にますます磨きがかかるな。期待していてちょうだい。シノンの射撃を見られただけで十分だよ。そろそろ戻るか。分かったわ。お礼はまたこうしてデートしてくれればいいから。デート？いや、これは射撃の練習って話だろ。冗談よ冗談。何をそんなに慌ててるのよ。シノンの冗談は分かりにくいんだよ。とにかくありがとう。シノンの気持ちは嬉しいよ。それはよかったわ。また時々でいいから練習に付き合ってくれるかしら。もちろんだ。いつでも誘ってくれ。ね、そうさせてもらうわ。じゃあ改めてこの世界でもよろしくね、キリト。
ありがとうね。あのね、そうなのね。なんだい？
決めるわ。お兄ちゃん、お前とも君はさあ行くよ。尋常に参る。倒しちゃうよ。はい、やっ、やー、君とだ。どうにか絶対に行けばよ。お前とだ。はぁ、行くわよ。ここよ。マック、くらい、クレリット。任せなさい。君とだ。Yeah!
せてください。ジェネレーターの覚悟がいいんです。吹き荒れろ。あなたジェネレーター、これでいける。
どんな敵だろうとお前となら勝てます。